たなこのキックオフリターンで佐藤建設はリターナーに9番と13番を配置しています。9番はエースランニングバックの上野、龍谷大学出身、13番は相生、大阪市立大学出身のプレイヤーです。後半戦は三重ファイヤーバードのキックオフで試合再開する形になります。キックオフを務めますのは三重ファイヤーバード32番の大久保ダニエルです。稲尾高校出身のプレイヤー、高卒すぐの19歳のルーキーのプレイヤーが活躍、ここでキックオフを任されております。13番、このリターンで右オープンを展開、ステップワーク見事に展開し、自陣40ヤード付近の攻撃位置を得ております。リターナーとしても相生素晴らしい活躍を見せております。さあこの位置から佐藤建設の攻撃に変わります。佐藤建設スタンディングベアーズ自陣39ヤードからファーストダウン10。ナイスラン。何枠9番トスを受けまして左オープンへのスイープレー、相手を吐き飛ばすように左オープン駆け上がりまして約9ヤードのゲインとしています。キャリア9番は上野、龍谷大学出身です。佐藤建設セカンドラウン残り1ヤード、実際には1ヤードございません、インチの状況です。佐藤建設ここをパスで突破しました。攻撃権更新です。佐藤建設ファーストダウン、ショートヤーデージなのでランで来るかというその裏をついてワイドレシーバー31番へのパスで攻撃権更新としました。見事袖に応えましたがワイドレシーバー31番の、大本です。愛媛大学出身、中四国学生リーグで活躍しておりましたプレイヤーが X で活躍しています。同様に三重ファイヤーバードも北海道東北と日本各地の活躍していた選手が、現在チームで奮戦しております。さあ素晴らしいランプレーでしたがここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則果たしてどちらのチームにあったのでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。押すことしか許されていませんので握った段階で反則という形になります。反則が発生しました地点から10ヤードのバッタイを受けましてファーストダウンやり直しという形に変わりました。従いまして佐藤建設スタンディングベアーズファーストダウン14で試合再開です。パス成功、まず短いパスでその状況を打開を図りました。ワイドレシーバー31番右に展開しましてこのパスをキャッチし約3ヤードほどゲインに変えています。パスキャッチしました31番は大本です。愛媛大学出身、佐藤建設セカンドダウン11の状況に変わります。ボールオンは相手陣40ヤード。
さあ再びパスプレーです。同じく右に展開していくワイドレシーバー、31番にパスを通しまして約、9ヤード近いゲインを奪っています。ここは31番の大本を使うシリーズに変えているようです。佐藤建設相手陣31ヤードからサードダウン残り1ヤードの状況にあります。さあこの1ヤードどのようにして突破するでしょうか。ここをランニングバックに託しました。テイルバック9番ハンドオフから左オフタックルを突破しまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースダウン。オフェンスラインの最強の選手タックルの外側オフタックルをつくパワープレーで見事攻撃権更新としました。それに応えましたのはランニングバック9番の上野です。龍谷大学出身。さあ攻撃権更新しまして相手陣27ヤードからの攻撃に入ります。佐藤建設ファーストダウン10。さあまくり切った、ナイスプレー。ワイドレシーバー13番右に展開してのヒッチパス、真横に近い前パスをキャッチし相手ディフェンス殺到する中素晴らしいステップを切って右オープン展開し約4ヤードゲインに変えました。ワイドレシーバー13番相生素晴らしいプレーを見せております。大阪公立大学出身。佐藤建設セカンドダウン6。これは三重ナイスディフェンス。ここでランプレーを投入しましたがすかさず三重51番が殺到、10ヤード以上のロスを奪う形に成功しました。素晴らしいディフェンスを披露しましたのは三重ファイヤーバード51番の加田、阪南大学出身のプレイヤーです。エイジ44、40オーバーですが素晴らしいプレー、不惑の、迷いのないプレーを見せました。さあパス通ります。この状況をパスプレーで突破を図りました。右オープン展開した13番のキャッチアンドランに託しましたがしかしわずかに残りましてフォースダウンに変わります。さあフォースダウン4の状況ですが佐藤建設プレーを敢行します。フィールドゴールでなくタッチダウンを狙います。フォースダウンギャンブル。まずはこの4ヤードが突破できるかどうかその攻防を注目しましょう。パス成功タッチダウン。ここで中央を切れ込んだワイドレシーバー83番に素早いタイミングのパスプレー、これをキャッチした83番ディフェンスとすれ違いのざまに一気にエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。佐藤建設6点追加となりました。鮮やかにタッチダウンを決めましたのはワイドレシーバー83番のタクワでした。甲南大学出身。さあそしてこのトライフォーポイントプレーしまして2点を狙います。2ポイントコンバージョン。パス不成功です。この距離をパスプレーによって突破を図らんというところでしたがレシーバーとのタイミング合いませんでした。結果的にはトライフォーポイント失敗で6点止まりとなります。佐藤建設スタンディングベアーズ33点、三重ファイヤーバード0点。しかし佐藤建設さらにリードを広げる形に成功しています。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。
さあ佐藤建設のキックオフで試合再開となります。さあ三重リターンに入ります。左オープンつかんというところでしたが、自陣30ヤード付近からの攻撃に変わります。さあこの攻撃シリーズは三重どのように攻めていくでしょうか。ボールオンは自陣30ヤードから三重ファイヤーバードファーストダウン10。まずダイブプレーから入りました。ランニングバック27番ハンドオフから中央突破を図りましてタックル受けましたが約1ヤードのゲインとなっています。27番は三本菅です。東北大学出身、今シーズン見事に東北学生リーグを制覇しました東北大学出身 OB がここで活躍しております。三重ファイヤーバードセカンドダウン9。今度はテイルバックの左オープンランプレーです。中央から外れた外の付近を展開するため13番に託しました。これが構想しまして約4ヤードのゲインに変えています。三重13番はクリウザワです。三重ファイヤーバードサーダウン5。ナイスゲインファースター。クォーターバック9番素晴らしいボディームーブで中央に切れ込んだワイドレシーバー80番にパス。80番これを取りまして一気にセカンドイフォートで大きく前進しました。三重ファイヤーバードファースター。鮮やかなパスを投じましたがクォーターバック9番の日光北海道工業大学出身、取りました。ワイドレシーバー80番は桐山、大阪市立大学出身のプレイヤーです。日光は北海道学生リーグの出身のプレイヤーです。三重ファイヤーバード相手陣44ヤードからのファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここで三重ファイヤーバードパスプレーを敢行しましたがその一瞬の隙をつきまして佐藤建設28番がインターセプトし攻撃出しです。攻守交代ターンオーバー。見事インターセプトを果たしましたのは佐藤建設スタンディングバーズ28番の宝でした。鮮やかなインターセプトでした。さあ三重が反撃の突破口を見出さんという指示でしたがこれを佐藤建設インターセプトで取り返しております。ボールオン自陣43ヤードから佐藤建設スタンディングベアーズの攻撃に変わります。佐藤建設ファーストダウン10。ナイスゲインファーストダウン。ワイドレシーバー13番モーションからハンドオフを託されて左オープンへのランプレー。相手のタックルを見事なスピンムーブでかわしまして攻撃権更新としています。佐藤建設ファースター。素晴らしいボディームーブを披露しましたのは13番のアイオイでした。大阪市立大学出身。佐藤建設相手陣47ヤードからファーストダウン10。パス不成功、ナイスパスカット。
ここでパスプレーによる一気に前進を図らんというプレーでしたが、これは三重ファイヤーバード80番がパスカットし、パス不成功となっています。ここは80番の桐山が素晴らしいプレーを披露しました。ここで時計の訂正が入ります。第3クォーター残り20秒に時計の変更が入ります。試合再開です。佐藤建設相手陣47ヤードからセカンダウンテン。なにわく20番ハンドオフを託されて左オープンへのランプレー。相手タックルを弾き飛ばし約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。第3クォーター終了。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ33点、三重ファイヤーバード0点。攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。